どうも、松竹芸能の美人漫才コンビ、アルミカンの高橋と赤坂です。よろしくお願いします。やってきましたよ、ね、普段はアルミカンの今夜もショーパンツという番組やってますけれども、はい、今日は特番ですよ、特番。そうですよ、皆さん今日も私のパンツ当ててくださいよ。違う違う、ね、ちなみに今日のショーパンツはあのね、紺と白のボーダーでございます。いや全然色気ないやん。何やねんその情報ね。いや今回はその番組じゃないですからね、はい、ただいまのお時間は、はい、黒井さん錦黒の日特番をお届けしています。イエーイ、やったー、はい、飲める、飲めるんよ。嬉しい。しかも見てこのギャラリー。ねえ、すごいわ。おじさんたちがいっぱい見てる中で飲むって、でもね、ダンディで素敵なおじさん多いからちょっとドキドキしちゃうね。いや、どこがやねん、ほぼ毛ないよ。やめや、そんな言うの。髪黒い方が赤坂で、腹黒い方が高橋でございます。覚えてくださいね。ここで紹介挟むんですか。はい、いやいやいや、えらいさん結構見てますからね。ほんまか、なんか変に緊張するね。いや、でもね、はい、ということで、まあ、黒井さん錦を、大口酒造さんの黒井さん錦をね、いただきながらこうたっぷりとお話しさせていただくという特番でございますので、いつもね、CM でね、うん、聞いてるからね。そう、いや嬉しい限りでございますけれども、うん、早速もう、はい、じゃあ乾杯して、ね、しょうよ、ちょっと緊張吹き飛ばしましょう、ね、はい、とりあえず乾杯、乾杯、いただきます、いただきます。わー、おいしい、おいしい、うん、すごいおいしいね、いい香り、うん、めちゃくちゃいい香り。わ、なんかこうちょっと華やかなね、うんうんうん、こう女子も好きな感じ。芋焼酎ってちょっと癖あるんかなって思うけど、うん、むちゃくちゃ飲みやすい。これ進んでまうな、ほんま止まらへんよ、うんうん、うわー、いいですね、美味しいです ね、 もうね、これはちょっと赤坂さん結構いきましたよ。いや、びっくりするね。いや、まだ始まってね5分ぐらいですけど、口当たりがいいからもうぐんぐんでもって大丈夫、どうしようかなって。あのね、赤坂さんね、まあまあお酒弱いんですよ、まあまあ弱みなんですけど、でも好きなのよ、好きなのよね、めちゃくちゃ好きなの。いや、でも、はい、どう、お酒は結構普段飲む、うん、もうお酒で何でも好き、何でも好き、本当にお酒があれば嬉しい。誰と飲むの。まあね、私はもう先輩に連れて行ってもらうことが多いんやけど、うん、この間はあの、かなた師匠、お、海原遥香かなたの、知ってます、 K のある方、 K のある方ね、副方ね、副方ね、にこう可愛がってもらってて、うん、あの飲みに連れて行ってもらった、うん、でその師匠がもうよう行ってる立ち飲み屋さんやねんけど、うん、連れて行ってもらって、もういっぱい食べさせてもらって、うん、いっぱい飲ませてもらって、うん、わー楽しかったなー思って帰ってたんや、うんうん、そしたらな、師匠が、うん、実は今日な、うん、相方の高橋くんも誘うまとったんや、うん、あ、そうなん。でもな、うん、あの店な、狭くて汚いやろ、うん、だからやめたい、うん、私どう思ってんのって。いやいやいやねえ、高橋さん、そう、いやいやいや、もっと綺麗なね、おしゃれなお店連れて行く言ってたわ。あ、そう、それも楽しみですね。ねえ、いやでも、かなた師匠とけどお酒買わせるなんてなかなかいいんじゃない。まあね、もう師匠も大好きやからね、お酒ね、本当に楽しかったよ。いやでも私は、うん、結構あの事務所のこれも先輩なんですけど、うん、森脇健児さんに連れてってもらうことが多くて、はいはい、走る男のね、森脇健児さん、うん、もう焼酎大好きなんですよ、うん、むっちゃ、でももう濃いだの薄いだのむっちゃ文句多いしね。ほんで飲んだらなんか、うん、ある時なんかこうね、飲んでたら、うん、めっちゃ急にそこで腕立て伏せしろって言われて、飲んでる時に、そう、お前はちょっとなんか鍛え方が足らん、腕立て伏せしろっつって、うん、ガッて足も打たれて腕立て伏せさせられて、うん、ほんでなんかもう何回かしてるうちに足バーン投げられて、うん、いやもうやめや、やめや、お前ちょっと今お尻プリッとしたやろ、ドキッとしてもたやないか、ただのセクハラ親父やんね。いや、そう、そういうのが好きなんよね、森さん。そうですよ、後輩締めが大好きですけれども、そんな感じで、ね、先輩らと飲んだりする、はい、普段2人ではあんまり飲みに行かなくって。そうなんですよ、誰と飲む。え、いやだからまあまあ無料でも、いや普段はまあやっぱ男性と飲まんと楽しくないやん。ほんま男好きやね。まあまあまあ男好きっていうか、まあ、毎日違う男と。いやまあそうですよ。いや、ね、そんなことないけど。いやでもやっぱりね、男性とね、こう寄り添いながら飲んだらよりいいじゃないですか。まあね、男の人と飲んだりとかしないですか。いや、おらんねん、誰も飲んでくれる人が。ちょっとお酒回ってきましたね。そうね、ちょっと舌も回ってきましたね。いやもう、でも私ね、
一人で最近あの晩酌するようになって、そう、もうおっさんやんか。美味しいつまみを見つけたんですよ。いやだからどういうのなんかね、豚トロの燻製を、うん、あの見つけて、うん、それをもう常備して、うん、もうちょっと晩酌のあてにしようと思って。いやまあいいけど、確かにそういうのも楽しいけど、うん、もうそういうの楽しみだしたらもういよいよ彼氏できへんと思うで、ほんまに一人で飲み出したら。そう、いつも猫としゃべりながら彼氏飲ましまって寂しいね。ちょっとおかわり早い早いですけど大丈夫ですか。いやでもね、この、まあ、黒井さん意識もね、うん、もちろんね楽しんでいただきたいんですけども、うん、見てよ、お料理も豪華ですよ、ね、これ、うん、今私たちは、うん、大阪駅前第3ビルの地下1階にある、はい、海峠さんですね、はい、海峠2号店さんにやってきていまして。いいお店ですよ。そう、すごい落ち着くし、ね、うん、またこれいっぱい料理をね並べていただいてるんですけど、まず見てよ、お刺身、うん、ね、いやすごい、タイとかハマチとかね、そうあるし、あるで、これがなんか名物らしいよ、うん、いや炭で魚を焼く、はい、というね、はい、七輪焼き、七輪焼きね。うわ、あとこれたたき、うん、牛たたきも、めっちゃ美味しそう。か、どれいく、とりあえずお刺身、てかこんな感じでいいのむっちゃなんかただただ、そう、ほんまにね、うん、居心地悪いわなんか笑う要因で来たって聞いてたんだけど、うん、一切笑わないなんか変に気づいてる。これはもう私たちの頑張りですよ。なんでそこに醤油入れるの、こっちやろ普通さ、そうや、なんだよ、もう変わってるわこっちか、うん、それね、こんな醤油入れっぽいのあるのにさ平たいお皿に入れたやん視界が狭なんね、ちょっとお酒を飲むとさあね、ちょっと、はい、お刺身からいただこうかな、ね、うん、どうしよう、あ、これこれ、それ何分からず行く分からずにちょっといただきます。 何ですか、これ何だろうね、え、ブリ、メジロ、よかった、おじさんも誰もわからへんで、じゃあいただきますうわ、めっちゃ美味しい、脂乗ってる、うん、美味しいわ。じゃあスターいかせていただきます。うわ、焼酎が合う、うわー、わ、焼酎がない、いやもう、飲みすぎやねって、早くから、ね、ちょっと失敗したわ、配分考えないと、ね、え、これ開いてるかな、こっちかな、こっちでいいんですかね、あ、ちょっといい、水とすいませんね、よし、はい、入れていただいて、はい、こうですね、はい、今の鈴木やったかもしれないあ、ほんまに、うん、すごいね、やっぱ釣りやるから、 いただきますね、うん、ブリ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 、うん、プリプリやなくて、ブリブリ、甘い、いやいいですね。ちょっとこれも焼いていいか、七輪焼き、うん、これ七輪焼きもね、ラジオを聞いてる方にはあんまり伝わらないかもしれないから、うん、しっかり伝えないといけないですけど、これが何ですか、なんて言って、ハタ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 か、すごいですよ、すごい大きい、これ皮からいった方がいいかな、このままでいいですか、皮から、わ、誰も何も言ってくれないこんなにおるのにね、これ違いますか、ハタハタ、これか、そっちですかあら、いきますよ、わ、いい香りがしてきた、ホッケね、ホッケね、ホッケね、ホッケと、またこれもお酒に合いそうな ね、 ね、ちょっとお肉も、お肉この間にいただきます、そうですね、よいしょ、はい、なんかこんなん売れたらできることやと思ってたな、だけどね、できちゃうんですね、うん、ありがとうございます本当にね本当に嬉しい、いただきます、わ、いただきます、美味しい、この牛たたき、うん、うわ、ピリ辛で、うん、このちょっとラー油がかかっててね、ガーリック効いてる、うん、あ、美味しい、うん、うわ、美味しいねやっぱり、うん、普通に飲みに来たみたいな、忘れてしまうね、うん、うん、
いやめっちゃ美味しいですけれども、はい、なんやろね、いろいろ、うん、普段あんま話さないようなことも話す。おう、どう、このまあもう夏も終わって、うん、そろそろ秋に差し掛かりますけど、でももう平成最後の夏やったからね。お前ね、そっか、やり残したことは、彼氏を作りたかったやっぱり、うん、あ、彼作って、うん、その花火とか、うん、海とか、うん、行きたい。いや、そうやない、うん、赤坂さんね、うん、あのまあ私らのラジオを聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、うん、あの34歳なんですけど、 そこでほおってなる、若く見えると34歳なんですけどね、あの去年の10月に34歳で初めて彼氏ができたんですよ。なんやこれすごい成功で ね、 ね、おーってね、ここで盛り上がるっていう。そう、ほんで、うん、34歳でね、しかもね、これがその、うん、ラジオ大阪さんでさせてもらってるラジオ番組で、うん、赤坂さんがなかなかモテないと、うん、だから、はい、モテるように頑張っていこうっていうコーナーをしてて、 その中で、まあ、なんかアタックしていけみたいなのを私が言ってたら、うん、ほんまに彼氏ができて、うん、ほんで、うん、どうなったか言ってあげて。今年のね、元旦に振られたんですこれほんまなんですよ。よかった、びっくり。いや、あーって普通の半端組やないんだね。いや、ほんまに今年の元旦、しかもうもう2ヶ月で振られたんやな。2ヶ月早かった。で、付き合ってから何回あったんやった。2回いや、男ってしょうもないよね。それ付き合ってないで。ほんまに、それ付き合ってないと思うけど。うん、いやいや、いや、すごかったよ。でも、イケキョはできたけどね。何たった2回しか会ってんの。そうそうそう。いや、ほんで、なんかもうその番組内でもいろいろ聞いたんですけど、うん、いや、すごかったの。もうとにかく付き合うのが初めてなわけなんですよ。ドキドキしました。ほんで、うん、なんか彼がね、会うのはあんまり会ってなかったけど、電話をしたらしいんですよ。うん、ね。ほんで、うん、あのテレビ電話をしようと彼が言ってきたと、うん、顔が見たいと、うん、めっちゃいいじゃないですか、うん、やのに赤坂さん、まあ、住んでる部屋がめっちゃボロアパートなんですね。 そうなんです。それが見られたくないから、うん、なんかテレビ電話しようって言って向こうはテレビモードに切り替えてんのに、うん、ずっと耳に押し当てたらしい。見られたくないからね。ほんで彼ずっとなんか赤い画面でなんか血管みたいなの見えてて、何これ、赤いやけど、ずっと赤いやけど気持ち悪いって言って、むちゃくちゃ気持ち悪がられたらしい。そう、そう、いや、それかな。いや、何を言うわ。もっといろいろあるよ。あと、あのあのね、そう、10月にね、うん、誕生日で、そうなんですよ。あの誕生日から付き合いだ、まあ、誕生日を祝ってもらって付き合いだしたらしいんですけど、うん、誕生日プレゼントをもらったんですって、うん、普通誕生日プレゼントもらったらありがとうって言って開けるじゃないですか。そのまま開けずにカバンの中に持って帰ったんですって。どう思う？知らんから。いや、知らんねん。わかるやん、大体。いや、わかるやんか。そんなおかしいやん。せっかくピアスくれたのにさ、つけもせずに。そうそう、家でちゃんと開けて、うん、あの、うん。一人で？うん。つけたよ。一人で。おー、いや。つけた写真とか送って？送ってない。何して？そら振られるわ。言うといてくれな、わからんやん。そんなちょっと恋愛の授業してほしいわ。なんか恋愛以前の問題やと思うけど、それ。いや、すごいわ、ほんまに。いやどうですか、もう吹っ切れましたか、でも。そうね、時々思い出すね。やっぱ滋賀の人やったんで、うん、滋賀に行くと。リアルやわ、なんか。そうそうそう。いや、でもさ、滋賀の人で、うん、でなあ、滋賀の人と付き合ってたんですけど、そうなんですよ。なんかずいつもデートの時集合が南草津で、そうなんです。で南草津まで車で来て、うん、帰りも南草津で降ろされるらしいです。そうなんですよ。そ、好かれてなかったんじゃない。いやいや違うんですよ、普通怒るよ ね。違う違う、滋賀の人はすごい滋賀が好きなんですよ。だからね、滋賀から出ないんですよ。だから、うん、毎回南草津で降ろされた。いや、どんな理論やねん。いや、ほんまに市街がすごいから。すごい、ちょっと入れてくださいましたよ。 ありがとうございます。私は一緒に一緒にすいません、失礼もしてるのにね。失礼も
もしてない、魚も入ってない、ほんまに何も入らないですよ。ちょっといただきますね。うわ、うん、むっちゃ美味しそう。いい香り、いい焼き具合。ちょっといただきます ね。ホッケかな、いただきます、ね。うわうわめっちゃ美味しい。ちょっと食べさせよ、食べさせよ。いやいや冷たいな。うわ合うね、合いますね、これは美味しいし、大人ね、ね、うん、本当に美味しい、めっちゃ美味しい、だから何の当てもなく飲んでるやんか。あのね、飲めちゃうね、本当に進んじゃうよね、美味しいからね。あんまり芋焼酎飲んだことないって言ってましたよ。そうですね、普段はちょっとやっぱりね、うん、ビールを飲むことが多いんですけど、うん、いや美味しいですよ、これを機に芋焼酎ハマるんじゃない。いやほんまにそうかも。でも、うん、私もそうやって、なんか、うん、結構ちょっと前やけど、うん、ちょっと大人の方と付き合ってた時に、おお、何歳の方？まあ、10個ぐらい上の方と。ちょっと高橋さん近場でよう付き合うから、こうにもおるんちゃうん。いや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 、もう大丈夫？まだ早すぎるやろ。今日はじめましての人が多いです。うん、焼酎バーに連れてってもらって、そうで、私は普通にその時は、うん、なんか麦焼酎、ありがとうございます、飲みやすいって言われたの。ホッケが来ましたよ、聞いて。あ、じゃあホッケちゃん、ごめんね。ハタ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 でした、うん、そうそう、飲みやすいのを飲んでたんですけど、うん、やっぱりそのね、男性が芋焼酎を飲んではって、うん、なんかちょっと大人やなと思って、うん、一口ちょうだいって言って飲んだら、うん、こんなに美味しいんやと思って、そっから結構芋焼酎にハマる、うん。いや、なんかちょっと大人になると芋に行きますよね、多分。あ、めちゃくちゃうなずいてる。そう、おじさんうなずいてる。うん、ね、なんかね、麦は飲みやすいけど、芋の方がなんか香りを楽しめるというか、うん、そうそう、大人な感じ、ね、感じがするし、こういうやっぱ焼き魚とかとはもう絶妙に合う感じがする、うん、確かにね。ちょっとはたはた、うわ美味しいわ、いいね、うん。どう？うん？あ、熱いや。うん。あ、うん。脂が乗ってて美味しい。うんうん。おいしい。うん。何言ってんの。ラジオやからしっかり喋ってよ。まあね、今アリーナからアリーナのここありましたね、うん、いやー、いいな、おいしいね。でも赤坂さんは、うん、絶対お酒を飲んだ方がモテると思うで、ほんまに私ずっと思ってんねん。めっちゃうなずいてる。え、なんで分かりますか？独身ですか？なんで目そかすんですか？NG、 バツです。何も告白してないやん。まだね、告白する前からバツマーク。いやでも、赤坂さん本当に2人で飲みに行くことってほとんどないんですけど、うん、ちょっとね、お仕事で飲んだりとか、まあそうやって先輩とかいる中で飲んだら、うん、急に顔変わって、うん、ちょっとセクシーな顔になるやん。いやいや、うん、ほんでなんかむっつ私にもベタベタしてくるんですよ。普段絶対に人にね、なんかあんま距離取って、うん、ちょっと人と距離置くタイプじゃないですか。そうですね、やっぱり。なのになんか飲んだ時だけ私のむっちゃギリギリのなんか近くに来て、うん、なんか高橋さんいつもごめんなとか言ってくる。わあ、そうや。いや、ほんまに。いつもごめんなとか言って。そう、セリフ覚え悪くてごめんなとか言ってる。そうっす。いや、可愛らしいなと思って、ね、やっぱお酒飲んだ方が素直になる。そういうところを見せた方が、うん、多分男性にはモテると思いますよ。ですか。で、結構うん、なんかさ、うん、言うやん、女の子あんま飲まへん方が可愛いとか、うん、そうそう、あんま飲めないんですみたいなのが言うけど、うん、やっぱりちょっと飲める女の子の方がいいよね、うん、ほら男性めっちゃみんなうなずいて。おじさんやからじゃない。違う、絶対そんなことない。やっぱちょっと飲める女の子の方が可愛いってなると思う、うん、あ、じゃあ素直に飲んでた方がいいんや、うんうん、絶対そうやと思う。ほんまに。そうか、じゃあ可愛いって思われたいと思ったら、うん、もう常にお酒を飲んでたらいい。いや、常にかどうかわかんないですけど、思ってもらえる。いや、ご飯食べる時とかちゃんと飲んだ方がいいと思う。あ、うん、じゃあもうそうしようかな、うん、もうこの黒いさ意識持ち歩こうかな。この瓶持ち歩く。
それはなかなかすごいキャラクターになりそうやけど、うん、はい、いやでもね、うん、ちょっとかなり美味しいんで、はい、赤坂さんもう3杯目ですからね。いやそうなんですよ、うん、ちょっとねもういろんなことどうでもよくなってきてそうなんですよ、はい、ということで、はい、まだまだ飲んで食べていきたいと思います。あらあら、初めの方からそうですね、500、はい、ちょっと口悪いのあるんですよせっかく初めてこれ読んでいただいたのにできるんだ。なんか順番決めみたいな棒で買ってありがとうございます。これいるんですか。実は、はい、今日はですね、九州鹿児島から大口酒造の方にも来ていただいてるんです。わざわざ、はい、ということで有道さんよろしくお願いします。お願いします。来ましたよ。嬉しいですね。鹿児島から来ていただいたんですか。はい、鹿児島から来ました。さっき着きました。さっき着きました。来たてでもう飲んではります。はい、さすがでございます。ありがとうございます。やっぱり大好きなんですか、お酒は。大好き。大好き。もう感情こもってるわ。九州なんじゃね。九州大事って感じでかっこいいですよ。焼酎ないと生きていけない。あ、生きていけない。いや、すごい名言ですね。そうじゃないと。はい、これのことですけれども。いや、でもさっき私ら結構クイクイと、はい、見てました。あ、見てましたか。見てました。ありがとうございます。見てましたか。はい、3杯目。いや、そう、そうなんです、はい、ついつい飲んでくれない。そう、そうなんです。2杯目か。2杯目ですもん、はい、むちゃくちゃ美味しいですね、うん、美味しいでしょう。いや、本当に美味しい。ちょっと本当びっくりしました。俺もびっくりしてますあ、びっくりしてる。未だにびっくりしてる。未だにびっくり。未だにびっくり。すごいですね。飲むたびびっくりした。飲むたび美味しいな。美味しいな。いや、そう言えるお酒ってね、自分で言えるってすごいよね。いや、そりゃね、うん、でもなんで こんなに美味しいというか、美味しさの秘密みたいなのあるんですか、うん、美味しさの秘密、うん、なんですかね、あのですね、真面目に話しますね、うん、あ、真面目になりますか。はい、原料処理、原料ってさつまいもあるじゃないですか。さつまいもが原料、まあ、主原料なんですけど、うん、その主原料 の、 いわゆる傷んでるとことか、うん、あのヘタの部分とか、うん、そういったところを丁寧に選別、うん、処理してるんですね。そこの処理の仕方によっても質、焼酎の質って変わってくるんです。なんかね、お酒にしちゃうなら別に何でもいいような気しちゃうけど、ね、いや、そんなことはないですね。原料が大事。原料大事ですね。原料であったり、あと水ですね。水も大事ですし、お水はどんなこだわりが。水はうちはいさしっていう、もうこのいさしの話していいですか。はい、いさしっていう鹿児島県の中で一番北にあるんですけど、うん、そこの盆地なんです。ちっちゃな町なんですけどね、市なんですけどね。暑いでしょうね。暑いっす、ね、盆地はね。この間全国ネットにいさしが出てびっくりしました。あ、そんなにですか。暑いから、はい、暑いからね。そうですね、まあ、盆地のことで。もう酔っ払いやろ。茶茶の入れ方がもう酔っ払いやろ。年暑いからね。ほどよく無視して、普段無口な方なんですよ。喋っていいですか。どうぞ。そうですね、はい、山に囲まれてるんで、うん、山に降った雨ね、うん、でまあ、こんこんとこう
伝ってきてこう湧き出てるんです、水が、うん、その水がねすごく美味しいんですよ。あ、そうなんですか。はい、お水だけ飲んでも美味しいって分かる。美味しいですね。へ、非常に美味しいです。やっぱり美味しい原料があっての、まあ、そうですね、丁寧に作って、そう、そしてあのやっぱり働いてる人たち、うん、蔵の中で働いてる人たちが、うん、あの本当向き合って焼酎と向き合って、うん、あの作ってるんで、いさしってね、いさしでじゃあ作られてるから黒いさにしきですか。そうです、ね、何か文句出ました。そんなに喧嘩打ったみたいなのか。待って、ものすごい分かりやすいじゃないですか。そうですけどね、文句は全然ないんですけど、でも黒が気になるね、うん、いさしっていうのは分かる。黒、ああ、なるほどね、うん、黒、うん、もともとですね、うん、あのうちあの昭和45年、うん、昭和45年ですね、うん、に創業してるんです会社、うん、でその時に一番最初に作った焼酎っていうのは伊佐錦っていう名前なんです、うん、はい、この黒ついてないんです。黒がついてない、うん、なんですけど、うん、まあそこからそのもともとですね鹿児島のその芋焼酎っていうのは黒麹っていうのが主流なんです。もともと主流なんです。はい、麹の種類があるんですけど、白麹、黒麹、巻き麹ってあるんですけど、巻き麹は、まあ、あの清酒で使う、うん、日本酒で使うっていうんですけど、まあ、この白麹と黒麹っていうのがあるんですけど、うん、黒麹っていうのが主流だったんです、うん、でそこから、うん、あの白麹っていう、まあ、変異株なんですけどね、うん、黒麹の中にちょっとできたあの白麹菌があるんですけど、それを見つけられた方が先生がいらっしゃって、うん、その人があの培養して育てたんです。でそれを、うん、あの黒麹菌っていうのはその、うん、作業にすごく不向きじゃないけどあの汚れるんですね、うん、汚れるし服が鼻の中も真っ黒になるし、で、あの胞子にトゲがあるんで、吸い込むと喘息になるし、っていうので作業性にすごく苦労してたんです、うん、その時にその白麹菌っていうのが見つかって、うん、でそれであの焼酎作ってみたら、うん、すごくその綺麗な焼酎ができたんですよ、うん、淡麗なね、うん、で作業性にも優れてて、うん、あの全然黒くないんで汚れないですよ、うん、でトゲもないんで喘息もならないと、いうことであの蔵の方ではその白麹を使うようになっていったんです、うん、その時に作ったのが伊佐錦なんです、はいはいはい、だけど、うん、それからまあ何年か経った時に、うん、あのこのやっぱり黒麹っていう商品をもう一回復活させたいという思いを込めて作ったのがこれなんです、うん、へー、でこれは黒麹を使ってるんですか。これは黒麹です。じゃあ大変じゃないですか。大変です。大変です。なんでちょっと気になってるみたいな感じになるのか。いや結局まあ大変なんですよ。はい、だけどね、うん、あの時代がやっぱり移り変わってきて、うん、機械もやっぱり近代化になっていきますよ。うんうん、そうするとまあその麹に触れなくて良くなったりとか、そういった機械が進化していくので、うん、あの今ではですね、うん、あのそうやって人が汚れるとか、うんうん、そういったことはもう今はないんですけどね、でもちっちゃな鹿児島にもいっぱいちっちゃな蔵元さんあるんで、うん、そこではそのやっぱり今でもやっぱり汚れながらやってらっしゃる蔵元さんもあります、ね、長い歴史でいろいろ試行錯誤して、うん、今の技術だからできたこの黒いさにして、そうですね、へえ、で単純に黒ってつけたんです。あ、単純に黒ってつけた。で最初は売れないと思ってましたもん。そうなんや。でこんなの売れんやろっていうので、まあこれはもうあのちょっと先代の方から聞いた話なんですけど、まあ今更黒作ったってまあそんな売れんやろって、で伊佐錦名前どうします、じゃあ単純に黒麹やから黒ってつけて出せばってだったんですよ。でも黒っていうイメージってやっぱりあのいいイメージないんですよね。あの黒星とかこうなんか負けた時につくじゃないですか。あと黒のしとか、はいはい、やっぱりいっぱいいいイメージないんでどうしようかなってだったんですけど、まあ、うん、あのもう単純に出したみたいなんです。そしたら、うん、ヒットしました。ちょっと高級なイメージありますよね、黒って言ったらね、うん、今だからかな、まだビビるぐらい頭に入ってけへん。聞いてん、生長いしゃべらはったかな、ね、多分ただを、ただただ美味しい。それでいいのかもしれないですけれども、かな
でも本当ですね、うん、今おっしゃった通り、うん、あのすごく人気が出てですね、うんうん、あの鹿児島の方で、うん、飲みやすいって最初飲みやすいって言われましたよ、うん、そう飲みやすいっていうのことでどんどんあの増えてって、なんかこれ多分そう女性受けいいですよね。さすがそうきましたかこれ最初ですね、はい、女性があの、うん、大丈夫です女性がね、はい、あの食いついたんですよ、はい、なんかそう飲みやすいから、うん、癖が少なくてで香りが良くて、うん、すっきりしてる、うん、私本当はねちょっと芋ってね、うん、敬遠してたんです。ちょっと苦手なんじゃないかなと思って、はい、でも女性でもそういう人多いかもしれないね。もう私芋派になりました。あ早っ今日だった。今ちょっと私今まではちょっとビールだったんです。ずっとねビール好きやもんね。そうそうだから芋ってなんか強いからその癖とかあるから無理だと思ってたけどめっちゃ飲みやすいから私でも芋派になりまーすけどでも嬉しいですね。嬉しい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 。もうあんた、いやいや漫才も酒飲んでやったらなんかそっちの方が良さそうや、うん、よかった今日来てよかった。いやですか鹿児島から来てよかった。いやいや本当芋派が一人で来ましたいやでもこれ飲んだら芋派になったっていう人結構いるかもしれない、うん、本当に美味しい。なんかで、ね、でまたお料理とかこういうお魚系にすごい合いますね。いや何でも合いますよ。あ本当ですか、はい、魚ももちろん合います、はい、何でも合います。オールマイティで。オールマイティ、はい、やっぱり芋が一番好きですか。当たり前です。愚問ですか。ここでもし違うの言ったら、これ怒られる。そうですね。そうですね。あとねなんか聞いたので、ね、焼酎祭りっていうのがあるというふうに聞いたんですけど、こちらについてもちょっと聞いていいですか。焼酎祭りですね。うんうん、焼酎祭りはですね、あの焼酎ですね、うん、いわゆるワイン飲まれます。ワインも、ね、ワインって、はい、あのヌーボーってあるじゃないですか。あボジョレー、ボジョレーヌーボーってヌーボー、はい、ヌーボーのヌーボーという意味が、ね、新しいやつですか。その年に作った、はい、ね、作られたのワインのことをヌーボーって言うんですけど、うん、それと一緒なんですけど、うん、焼酎芋焼酎もですね、うん、あの8月から、うん、あの仕込みを行って、原料を取れてきますから、うん、あの8月から芋の仕込みを行って、うん、だいたい10月末11月ぐらいに新焼酎というのが出るんです。あら、私の誕生日近い。本当に新焼酎でお祝いしなきゃ。10月13と15なんですよ。そう2日違いなんですよ。焼酎で乾杯してるんですね。そうなんですよ、うん、なんで、はい、あ、まあ、興味ない全然興味なさって全然入ってこなかった。ただただ興味ないからそれはね、うん、もうあのごめんなさい、自分でいっぱいいっぱい自分で、はい、それで、で、新焼酎が、そうそうそう、でその時期にできてくるんです焼酎が、うん、それをあの皆さんに振る舞うお祭りです。いいですね。それはどこでやるんですか。うちの工場でやってます。いやー素敵、行きたい行きたい、来てください。鹿児島行きたいな、行きたいな。いいとこですか伊佐市って。伊佐市はそうですね、いいとこですよ、はい、イケメン多いですか。イケメン多いですね。おっ、いいね。じゃあ行かなが ね、はい、ね聞いてましたさっきの失恋話。え失恋話聞いてましたか。さっきの聞いてました聞いてました。どう思います、2ヶ月で振られるって。ちょっとね、なんだろうね。どうしたらいいんですか、ね、可愛いのにね。ねですよね、うん、可愛い男前ですよね。わかんないけど、もう噛み合ってちょっといいですか。いやいやいや可愛いでいいですよ。ひどい。いやどうなんですかね。ねいや、うんうん、でもね結構ねこう今見ても分かるけどお酒飲んだら陽気になるんですよ、うん、でもね、うん、さっきの話聞いてたけど、うん、可愛いっすよ。あ、見ますか、うん、可愛い、うん、可愛い。つけてくれます。嫁がね。そうなの。これがね。嫁がね。嫁がね。嫁がね。いやでもなんかその、うん、なんだろう、何プレゼント、うん、隠して持って、うん、まあもうそのまま持って、うん、その場で開けずに持って帰ったとかあったじゃないですか。うんうんうん、まあ俺的には、うん、うん、
あーかっこいい。別にいいですか、うん、いいですか、別にその場で開ける必要はないから。え、でもなんか開けて見したくないですか、せっかくピアス送ってるんですよ。だから後で写真送ったいわったよね、やっぱりね。それは欲しいですよね、写真ね。かわいいのありがとうってつけた写真とか送ったら、うんうん、ね、いいけど、うん、そしたらあと1ヶ月ぐらい伸びてたそれでもあと1ヶ月それでもあと1ヶ月だったから、そうだねいやでもやっぱりちょっとお酒飲んでちょっと甘えたりなんか、やっぱ男女の仲もちょっと縮まるじゃないですか、うんうんうん、と思いません、うん、お酒を飲むとね縮まると思います。ちょっと有道さんで練習してみたら。あ、いいですね。どうしたらいい、やっぱり、うん、ちょっとまあお酒飲んで飲みます。そうですね、めっちゃ美味しいとか言って、うん、あ、なんかあかん、ちょっと寄ってきちゃったわあ、何その自然な感じ。いいでしょ、いいでしょ。あ、え、え、有美さんどうですか今の。あ、ちょっと今緊張してよし、頑張るぞ、うん、ぐらいの感じで触るっていうね。了解、はい、有美さん寄ってきちゃった、もう無理、ちょっとホテル行こうやりすぎや、えやりすぎやねちょっと柱あったからちょっと寄ってきちゃったって、なんかちょっとソフトタッチがいいですよ ねだらー、こんな腰かかってきたら妖怪かなと思われるから、ね、どうでした今の。ちょっと今のはね、うん、こっちの方が良かったそっか、まだまだちょっと練習の余地がありそうですね。あ、でもちょっと触れられて嬉しかったわ。何やねん久しぶりに男性に触れた。いい体だ。やめなさい。ベタベタさ、拝むな、あなた。あいつさんもね。はい。おっさんやからね。いや、でもかっこいいですよ。モテるでしょ。いや、モテないですよ。まあ、またそんなに言って。第二の女に。マジっすか、考えときます。考えるかい、それはそれで問題やろ、ねね、いやいや、めちゃくちゃ美味しいですけど、どこまで話しましたっけ、どこまで、まあ、結構大体話したからもう言っちゃいます美味しい、いや、どうですか、まだなんか話したいことありますアピール、ですね、実は大事な告知がありました。何ですか。実はですね、9月、あら、9月からあ、はい、もうじゃあ今ですね、うん、はい、今8月っす。ああもうそっか、9月やね。もう始まっております。始まっております。気をつけて、酔っ払いちょっと絡むな。キャンペーンを打ちます。あら、なんすか。これ3ヶ月間、9月1日から、はい、11月末まで、デカクロキャンペーンというキャンペーンを全国的にデカクロキャンペーン、これはどういったキャンペーンなんですか。デカクロっていうのがありまして、はい、これ黒いさじゃないですか、はい、これ一升瓶です、うん、1.8 リットルです、はい、でうちの商品でデカクロっていう商品があるんです、はい、でですね、それは10本分え18リッター18リッターなので高さがどのぐらいや、ちょっと1メーターはないか、7、80センチぐらい。瓶です。瓶で、すげえ、すごいですね。そんなが当たります。はい、すごい。え、当たる？当たる。じゃあその黒いさじ式を飲んだでなんか送ったらとか。いや、それをですね、うん、そうじゃないんです。今回はもう単純にクイズになってるんで、はい、丸って穴が開いてるんで、はい、そこに。字を埋めてもらって応募してもらうだけ。めっちゃ太っ腹。で、まあ抽選です、そっからは抽選です。なるほど。何名様に、はい、何名様に。え、何名だったろう。50名。すごい。50名に当てんの。ちょっと有道さんがびっくりしてますよ。大丈夫みたいになってますけど。はい。マジでか。え、ちょっと待って。ちょっと。え、これ誰、取締役がびっくりするような感じになってますけど、50名どれも書いてある、ほんとや、すごい、あ、しかもこれあれですね、花丸さんが
あ、花丸さん、はい、花丸さんがね、90で、うわ、うん、あ、で、これ1位が A 賞がデカクロで50名ですけども、うん、あの他にもいろいろと B 賞、C 賞、D 賞めっちゃあるんで、 A 賞がだから、うん、今僕もちょっと今見てびっくりしましたけどデカクロが50本把握しといてください。めっちゃすごい、これは太っ腹ですね。で、あとはまあそれぞれ、あのその下にもう一個大きいのがあって、4.5 リッターっていうのがあります。あ、そうなんですか。2升半、ますます半乗ボトルっていうのがあるんですけど、それもありますし、まあそれぞれ、もうこう、あとは A 賞、B 賞、C 賞、D 賞。じゃあ今キャンペーン中なんで、今それに、今、今応募しましょう。応募したら当たるということで、いや、これ、たらふく飲めるで、そんだけあった。詳しくはあのホームページで。ホームページを見てください。答えを教えてくれないですか。答えはダメです。すぐわかります。あ、そうですか。すぐわかります。あ、面白い。見たらすぐわかります。デカクロ欲しいな。あ、本当に。デカクロ欲しいな。こっち。ベリーもお酒が止まらない。ということで、もうあっという間にね、いやめっちゃ楽しかったね、こういう番組に、今回私は初めて出させてもらいましたけれども、私も初めて出させて飲みながら、食べながら、楽しませていただきました、うん、黒沢錦、本当に美味しいんでね、皆さんぜひ飲んでいただきたいし、キャンペーンも応募していただきたいと思います、そろそろお時間なので、なおこの番組はラジオ大阪 YouTube チャンネルでも見られます、番組終了後すぐにアップされますので、そちらもチェックしてください。はい、それではさようなら。さようなら。もうちょっと飲みましょうね。飲もう。